どうも、おちんです。本日もマインクラフトやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ようやくね、外に出ることができました。アイテムも、ある程度持ってくることができましたね。装備品がね、ちょっと壊れちゃったのが、ショックなんだけど、まあ、また作ればいいんで、大丈夫です。そして、すぐ横のところに、村も発見して、いい感じだね。そして、コメントもいただきました。ありがとうございます。どうも、俺は、黄昏の森に入ってないらしいのよ。で、調べたところ、入り方があって、とりあえず、その装置を作ります。2×2 で、囲うんだよね。2×2 で囲んで、そこに、花を植えるらしいんだよね。OK。花を、周りに全部植えて、で、そして、この中に、ダイヤモンドを投げ入れるということだね。ダイヤモンドが11個あるんで、まあ、1個ぐらいお供えしてもいいでしょう。いけ。あれ？あ、下が埋まってなかったのか。どうだ？おー、行くぞ！あ、これだ！トワイライトフォレスト！出た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 ！ちょっと、HP が減ったぞ。雷降ってきた。まあ、ちょっとポテト食べて、回復しましょうか。なんだそれ。まあ、どんな感じなのか、入ってみようか。どんな感じだこれ。行ってみます。到着、あー、そうか。まあ、黄昏の森っていうぐらいだから、ちょっと暗いんだな。あ、でも光があるぞ。光がある。あ、でも家があるわけではない。とりあえずあれだね。なんか拠点をさ、作りたいよね。拠点を作っときたい。すぐなんか戻れるところがいいよね。うん。ちょっと拠点をこの辺りに建てます。とりあえず完成ですね。相変わらずの豆腐ハウスだけども、中身は充実してるよ。見て。チェストもあるし、かまどもある。作業台もベッドもある。素晴らしい。もう基本的なものはすべて揃えてるので、あとは、ちょっと外を見てこようか。何があるんだろうね。なんか地図みたいなのもあるらしいんだけど、あれ？あ、松明持っても光らないんだ。そうなんだ。まあいいや。行きましょう。なんかないかな。あ、ちょっと待ってよ。ここの場所がさ、わかんないよね。わかんないわ。なんで、ちょっとわかりやすいために、ちょっとこう、しとこうか。まあ、とりあえず、まっすぐだから、まっすぐ進んじゃおう。こっち側。おお、何？危ない気がするけど。雨降ってるね、ここだけ。お、なんかあった、なんかあった。建物だね。なんか建物があります。ちょっと待って、暗いから全然見えないんだよな。ホタルとかをこうやってやっとけば、明るいよね。ちょっと待って。なんか建物が発見しました。入り口どこ？あ、あったあったあった。入り口あった、入り口あった。うわあ、ちょっと待って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 。なんだ？ふざけんなよ、お前。なんだったんだ、あいつ。いつも見ないような、骸骨が。ちょっと待って、スポナーがある、スポナーある。ぶっ壊そう。ここは別に何もないね。ただの廃墟だ。スポナーがあったのはちょっとびっくりしたけども、まあまあまあいいや。とりあえずもう少し先に進んでみましょう。こっちから来たよね。じゃあこっちだ。あ、森抜けた。森を抜けた。森を抜けましたね。
で、狼がいるけども、え、別何かあるかって言ったら別何もないな。この木はやたらホタルが止まってるね。ホタルの木がある。いや違う、ホタルじゃないぞ。え、何これ。え、何？セミ？セミかなんかが止まってる。でっかい木だね。わあ。ああ、また、ちょっと待って。廃墟。これスポナーがあるでしょ、どうせ。あった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 。ちょっと待って。ぶっ壊そう、とりあえず。危ないからさ。スポナーはぶっ壊しとこう。あ、なんだこれ、なんだこれ。迷路があったね。迷路？え？何？とりあえず、空腹度は満タンにしときましょう。迷路があるぞ。ホタル。ホタルが取っちゃうとちょっと暗くなるな。スポナーが、待て。敵がいるよ。やばい。もうダメだ。ちょっと待って、一回戻ろう。攻撃ゲージをこう、貯めてから攻撃するっていうのはね、聞いてるんだけど、ちょっと難しいよね。来たよ、マジか。ちょっと待って。やばい。やべ。よし。よし、ちょっと待って、回復。ちょっとこれ難しいって。そうか。俺、防具装備してないわ。裸だ。し、武器も、なんだ、俺、ツルハシで攻撃してるじゃん。そんなんじゃダメ。まあ、とりあえず行って、スポナーを即壊そう。壊す。よし、オッケー。なんか発見。別にいいやつはなんもないね。はい。スポナーがあったらもう即壊すっていう感じで、進んでいきましょう。この先なんかあるんだな、絶対。あるんでしょ？あれこれ出口だ。出口がありました。チェストが1個あったからね。あれ1個じゃないはず。いた、ちょっと待って。よし、オッケー、ぶっ壊す。よっしゃー。なんだ。やった、ダイヤモンドゲット。ダイヤぐらいかいるのは。え？うわあ！よし！ちょっと待て！よし！ぶっ壊せ。なんだここ。お、スイカ！ナイス！スイカと、小麦。ちょっと待て！来た！お、なに？ちっちゃいやつ来た！ちょっと待って、待って、なんか、スポナーあるんだろ？あった、ぶっ壊そう。いやー、来たー！やばい。ここは裸で来ちゃダメな場所だね。間違いなく。お、なんだここ。なに？うわ、マジか、やられてしもうた。サボテンで死んでたね、トゲに刺さって。アイテム全部落としちゃった。まあね。重要なアイテムは地上に全部置いてきたんで大丈夫なんだけど、うわぁ、装備がいる。まずは装備がないとどうしようもないわ。では次回は装備をちゃんとしてもう一度挑戦してみたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。